去年とは違い追う側から追われる側に変わって難しい試合もあったんですけど、そんな状況になってもチーム全体で前を向いて戦うことができたからこそ優勝することができたと思いますし、目標であった一部昇格を達成できてとても嬉しく思います。リーグ戦では残留はもちろん、慶大の歴史を変えるため上位に食い込んでほしいと思いますし、慶大らしさを忘れず熱く戦って総理大臣杯インカレを目指して全員サッカーで頑張ってほしいと思います。2022年度桃山学院大学体育会サッカー部主将の高俊人です。今シーズンを振り返ると、昨年度1部リーグから降格して2部リーグでの戦いになり、メンタル的にもとてもしんどいシーズンになりました。そして目標に掲げた2部リーグ優勝、1部リーグ復帰、関西選手権2連覇という目標は、1部リーグ復帰という目標しか叶えられませんでした。それは主将である自分の力不足でもあり、チームとしては勝てば優勝という試合だったり、勝てば全国大会出場という試合でなかなか結果が出せなかったというところで、とても課題の多いシーズンだったと思います。改めまして、1年間リーグ戦を開催してくださった学連の皆様には感謝しております。ありがとうございました。関西1部リーグ優勝、総理大臣杯全国大会出場、インカレ出場を期待しています。最後になりますが、桃山学院大学体育会サッカー部を応援してくださった皆様、ありがとうございました。得点をする上で意識していたことは、ボールを持ったらまずゴールを見るようにしていました。そしてゴールに直結する裏への動きを増やすようにしていました。去年と大きく変わったところとしては、ファーにしか打てなかったのですが、今年はキーパーの位置を見てニアとファーを打ち分けられるようになりました。その結果、去年はリーグ1得点で終わったのですが、今年は18得点することができて得点王になり、少しでもチームに貢献できたのではないかと思います。来年度に向けての意気込みは、今年はリーグ3位という結果で悔しい思いをしたので、来年は一部昇格できるように僕が点を取ってチームを勝利に導きたいと思います。個人としては今年18得点で終わったので、来年は20得点取れるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。チームの10番としてフォワードとして試合に勝たせることだけを意識していました。フォワードとして点を決めることが仕事だと思っていたので、いいパスをくれたチームメイトに感謝したいです。次のステージでも活躍する自信はあるので、その自信を結果で表せれるように、慶大で学んだこと、自分の良さ、自分らしさを忘れず全力で頑張りたいと思います。普段の練習からトラップの角度など試合を想定して取り組んできました。そして試合ではそれを決めてくれるチームメイトに感謝したいです。この4年間大阪経済大学で得た経験を生かして次のステージでも頑張ります。そして大阪経済大学を代表する選手になるので、応援よろしくお願いします。トータルな走れ。